どうも、伊藤潤と申します。今回刑事役で、佐々木智弘という役をやらせていただきます。今回初めてシリアスストーリーなので期待と不安が入り混じってますが頑張ります。よろしくお願いします。こんにちは。田辺学役の畑慎也です。今回、ウランケージ、第2回公演ということで、今までにない感じの、畑慎也が見せれればなと思っております。よろしくお願いします。こんにちは、いちゆうです。今回の役は、刑事役です。鷺沼亮という役をやります。自分なりにはっちゃけて、やっていこうと思っておりますので皆様よろしくお願いします。坂本和俊です。刑事の杉浦和平役をやらせていただきます。本番に向けて、3年前に今回の舞台のメンバーとやらせていただいておりまして、で久々に会えてとても楽しみにしております。一生懸命頑張りますんでよろしくお願いします。だからね、俺が代表の鶴屋行くぞ、ね、だから今回は素晴らしい作品を作ってきました。あ、私の役目なんですけども、本郷寺警部というですね、この重要な役なんですけども、じゃあ犯人は誰かというところが重要でありましてですね、これを、皆さんのですね、見た方のですね、皆さんの視点から犯人は誰なのかっていうのを突き止めていただければもうこれで幸いでございます。推理、サスペンス、ドラマになっておりますね。皆さん、こうご期待。そして、皆さんとですね、また来年2012年2月29日から3月4日の間、もう常に密になってみんなと一緒にいたーい。大丈夫ですか。皆さん秋山美希です。桜井陽子役をやらせていただきます。ニューシングルフランクエッジカンパニーで、秋山美希、新参者ですが頑張ります。よろしくお願いします。今日もThank you.
こんにちは、吉田義輝です。今度はゲーバーのママ役、ナイアガラチーコの役をやります。ブギーマン、よろちくピッピッ。待ってます。こんにちは、浜口正直です。ゲイバーのスタッフ役をやらせていただきます。名前がカスピカイ和子。はい、ゲイの役というのはですね、初めてで、ちょっと役作り気合い入れていきますんで、よろしくお願いします。斉藤達也です。サニーサイドグループ代表、陣内五郎役です。今回舞台初挑戦です。今回挑戦をテーマにして頑張っていきます。よろしくお願いします。ご無沙汰しております、水谷春夫です。今回はヤクザ組織同人会会長の梅沢忠夫役を演じます。ぜひご覧になってください。お願いします。はい、皆さんこんにちは、内谷正文です。今回役名は小田さとしという役があります。で、役柄はヤクザですね。まあ、昔の若い頃の経験を生かして、がっちりと怖いヤクザやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ブギーマンよろしくお願いします。こんにちは、ミウォンです。足立智恵というヒットマンの役をやります。彼女の孤独とか不安をきちんと演じられたらいいなと思っています。よろしくお願いします。どうも、米本哲也です。今回、新谷信彦役で出させていただくことになりました。ずっと受付ばっかりやってましたが、やっと出れることになりました。よろしくお願いします。ラッパ屋という劇団の、三鴨百合子です。牧渚役です。
ちょっとスロースターターなのでご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、最後まで頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。